札幌モーターショーは東京モーターショーが開催される年度に北海道札幌市で開催されるモーターショー。略称は SMSXXXX。札幌モーターショー2012の主催者や北海道庁、北海道新聞などは道県本市を北海道発の総合モーターショー都市、また東京、名古屋、大阪、福岡に次いで 国内5番目の開催であると宣伝した。しかし、札幌モーターショーという名称は、1999年11月26日から28日、及び2001年12月7日から9日の日程で、札幌流通総合会館にて開催された自動車、見本市でも使用されている。また、東京モーターショーの巡回展は、歴史の古い順に、 東京、名古屋、仙台、大阪、福岡と順次、開催されるのが通例なのだが、新規開催として、福岡の次に入った、札幌モーターショー2012が、国内6番目なのに、国内5番目と宣伝されている。以上のように、宣伝内容と実際との間には一部ズレが、存在する。第5回では、これまで起用されていた、札幌モーターショーガールを廃止。 高校生以下の入場料を無料とした。SMS2020 プロジェクトと題して、札幌市とシティプロモート連携協定がされている、クリプトンフューチャーメディア社のユキミクが採用された。キャラクターの作画は、イラストレーターの黒地市。2019年10月4日より、クラウドファンディングを行い達成金額のノルマを課し、3D キャラクター、テレビ CM、動画、 北海道新聞に達成後例の広告などの制作に成功した。3D キャラクターモデリングは墨団子。衣装モデリングは銀紙、バネまじめモデラ。すべてのノルマ達成後、新たに設定金額を課され、札幌モーターショーオリジナルソング、ブライトホライゾンが制作された。作詞作曲はボカロピーのネジ式。支援したものには設定金額により、 イベントグッズの配布や動画に名前が掲載された。日本、アメリカ、イギリス、イタリア、ドイツ、日本、イタリア、イギリス、ドイツ、オーストリア、アメリカ2012年より、北海道、中小企業基盤整備機構北海道本部主催の特設ブースが設けられる。ここでは、北海道の中小企業による展示、北海道の学生が制作した車両も展示される。2012年より開催、 札幌商工会議所が運営。札幌市内の洋菓子店を集約させた特設ブースが設けられる。会場限定の洋菓子が販売される。イートインスペースもある。2020年に開催。パンコーディネーターの森まゆみが厳選した北海道のパン屋を集約させた特設ブースが設けられ、パンが販売される。札幌ドームアクセスを参照ほかほか。 ありがとうございます。